はい、どうも笹原です。今回は寝たきりが嫌なら最優先で鍛えるべきたった一つの筋肉とその筋肉の鍛え方っていうのを3つご紹介します。ではまず最初に一つお聞きしたいんですけども、寝たきりになってしまう人が、あと寝たきりだけじゃなくてもう腰痛とか膝の痛みとか、あと首肩の痛みとか、そういった全ての痛みが悪化してしまう人が共通して弱くなってしまう一つの筋肉があるんですけども、それってご存知ですか？実はこういった体の症状であったりとか、あとはもう寝たきりになってしまうのは、今回お伝えするあるもう一つの筋肉がもう全ての始まりですって断言してもいいぐらいすごく大事な筋肉になってきます。なので将来寝たきりにならないためには、今回お伝えする筋肉のケアっていうのは絶対大事になってきますので、その筋肉はどこなのかっていうのをお伝えして、じゃあその筋肉は具体的にどうやって鍛えていくのかですね、その方法、簡単にできる方法っていうのを3つご紹介してきますので、ぜひこの動画最後まで見ていただいて一緒に実践してもらって、将来寝たきりにならない体っていうのを作っていただければなと思います。では早速、寝たきりにならないために大事な筋肉っていうのはどこなのかというと、この背骨の際から足の付け根まで走ってるこの両方の筋肉ですね。この筋肉っていうのが寝たきりにならないためには一番大事になってきます。ただこの筋肉っていうのが分かっても、じゃあこれが具体的にどうやって寝たきりにつながるのとか、もしくはこの腰痛とか膝とか肩とかですね、他の離れたところとどう影響するのって疑問に思われていると思います。実はものすごく影響します。で、これはなぜかというと、まずこの両方の筋肉っていうのは足を上げる作用があるんですけども、それだけじゃなくて、この背骨とか骨盤周りをガチッと支えるっていうために働く筋肉でもあります。ただこれだけ言ってもいまいちわからないと思うので、例えばあのテントですね、テントをちょっとイメージしてみてください。テントって、要は左右紐でギューッとですね、引っ張ることによって安定したテントになりますよね。実はあのグーッと引っ張るテントの紐の働きっていうのが実はこの筋肉の働きになってきます。なのでそのテントの紐の働きをしているここの筋肉がしっかりガッと働くことによって、ちゃんとギューッと引っ張られた紐になるので、要は安定したテントになります。ただ日常生活の中で座ってる時間が長くなってきたりとか、運動する時間が減ったりとか、あとはダラーンとこうやって悪い姿勢でずっと座ってるとか、そういった時間が長くなると、ここの筋肉ってのが働きにくくなってくるんです。で、ここの筋肉が働きにくくなってくると、まあ、先の例えで言うと、もうしっかり引っ張った紐がもうグラグラのですね、全くゆるゆるの紐になってしまいます。じゃあここからさらにイメージしてみてほしいんですけども、しっかり引っ張ったテントと、もう紐がゆるゆるのテントっていうのを比べた時に、もうゆるゆるのテントってもうなんかグラグラしてすぐ風で飛んできそうなイメージってできないですか？実はこの体も一緒で、ここの筋肉が先ほどのような時間が増えると使いにくくなってくる。すると、もうこの辺りがグラグラと安定しない状態になってきてしまいます。じゃあ安定しなくなるとどうなるかというと、ここでしっかり支えれないから、その周りの筋肉たちが頑張って体を支えようというふうになってしまうんです。なので、まずは腰周りがぐーっと頑張ろうとする。ただそこがぐーっと負担かかりすぎてやめてってなると、腰痛っていうのが悪化する。で、さらに、ここがちゃんとグラグラ使えないと足にも負担がかかって、膝前の筋肉で頑張って体を支えようとする。で、太ももの前の筋肉でここの代わりをして体を支えようとして、でそれがオーバーヒートを起こすと膝の痛みになる。で、さらにもうこの辺がもういっぱいいっぱいになると、体を動かすときにこの上の上半身でカバーしようとするから上に負担がかかって首肩の症状が悪化する。つまりここの最初のテントの紐っていうのが最初に弱くなるせいで、それをカバーしようとした二次的なところで痛みの悪化につながってしまうんです。つまりですね、もうそういった体の痛みとか体の症状を解消するために、あとは寝たきりにならないようにするために大事なのは、実はこの骨盤を安定させるための筋肉っていうのをちゃんと使えるようにしてあげるってことをしないと根本的な解決にはならないってことなんです。ではここまででここの筋肉の重要性って理解してもらえたかなと思います。ただここの筋肉って難しいのが、正しい鍛え方をしないとしっかり使えないですね。
なので今からここのテントの紐の働きをしている筋肉の鍛え方ですね。3つですね、代表的なものがありますので、こちらをご紹介していきます。では早速、寝たきりにならないために大事な筋肉の1つ目の鍛え方についてお伝えします。で、このやり方は座ってやるやり方になります。では早速どうやるのかというと、まず椅子に浅くですね、ちょっとかけていただいて、で、かけた時にこの骨盤が後ろに倒れてしまうと、実は先ほどの筋肉しっかり使えないですので、こう後ろにダランとするのではなくて、ちょっと前に起こしてあげる位置ですね。この位置で座るようにしてください。ではこのポジションで座ってもらったら、次にやってもらうのが、まずこっちのですね、こっちの足側の筋肉を鍛える時に、こちらの足ですね、こちらの足っていうのを動かしていくんですけども、まず意識してほしいのがこのかかとですね。このかかとっていうのを、この反対側の足のこの内側の部分に沿わすような形ですね。要は、ここにずーっとするような形で上まで上げていってほしいです。で、この上げる位置ですけども、この足の真ん中ぐらいまでで十分です。なので実践すると、このような形で上げて、で、下ろす。で、また上げて、下ろす。ですね。これを繰り返すですね。まあ、10回ほど繰り返してもらいます。で、これをお伝えするときに、なんか、こっから上までグッとやった方が鍛えれそうって思って、上まで上げる方いるんですけども、まあ、もちろんそれでも使うんですけども、先ほどの筋肉だけを使うってなったときに、ここまで上げたときにそこの筋肉を使うんですけども、そっからグッと上に上げようとしたときって、別の筋肉ですね、この太ももの前の筋肉とか、他の筋肉も頑張らして上げようとするので、しっかりここだけ鍛えれないです。なので上まで上げた方が鍛えれそうに思うんですけども、実際はこの真ん中ぐらいまでで止めて下ろしてだけすると、他の筋肉使わずに先ほどの大事な筋肉だけ使えますので、このやり方で実践するようにしてみてください。では今から左足10回右足10回っていうのを一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。ではまず椅子に浅くかけてもらって、ダランと倒れるのではなくて、ちょっと腰を起こしてもらって、でこの状態で先ほどのようにすりながら足を上げていきます。では左から10回いきますね。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、ではあとちょっと一呼吸置いてもらって、次は右足いきますね。ではいきますね。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、では以上が座ってのやり方になります。なので10秒左右を1セットとして、できれば2セットから3セットほどやってほしいです。なので座ってのがやりやすいという方は、ぜひこのやり方を実践して、先ほどの筋肉っていうのをしっかり鍛えていただければなと思います。はい、では次は寝ながら先ほどの筋肉を鍛えるやり方をお伝えしていきます。では早速やり方ですけども、まず上向きに足を伸ばして寝ます。で、この状態からやり方は先ほどの座り方と一緒ですね。このかかとを反対の足の内側の部分です。ここにこう擦らすような形で上にこうやって上げていきます。で、戻す。で、また上げて戻す。で、上げる位置ですけども、先ほどのこの反対の足の真ん中ぐらいまでで大丈夫です。で、これを左10回、右10回実践します。では今から一通り実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。ではまず左の足から10回いきますね。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、じゃあ10回終わったら一呼吸置いてもらって、よし。では次、右の足10回いきますね。はい。1 2 3 4 5
6 7 8 9 10はい、では以上がやり方になります。で、このやり方もこのかかとをグッと上げてしまって足を上げると太ももの筋肉を使ってしっかりここの大事な筋肉を使えなくなってしまいますので、先ほどのこのやり方ですね、このやり方をちゃんとやることによってしっかり鍛えることができますので、できれば10秒を、まあ、2セットか3セットですね、座ってる時も同じぐらいの量っていうのを実践していただいて、まあ、寝ながらやる方がしっかり楽にできるって方はこのやり方をぜひ実践してみてください。はい、では最後3つ目の立ちながらやるここの筋肉の鍛え方についてお伝えします。立ちながらやるときはこのタオルですね、タオルっていうのを使いますので、こういった形で、まあ、2つにまず折って、でさらに2つに折って、でこの状態からくるくるっとですねタオルを巻いて、このようなタオルの状態っていうのをまず作ってください。で次に立ってのやり方なんですけども、立ってこうやって足上げるっていう風に、まあ、この流れで言うと思ってるかもしれないですけども、立ってやる場合ってもう足上げた時点で結構ここの太ももの筋肉を使ってしまうので、このやり方でももちろん鍛えれるんですけども、あんまりしっかり使うことができないです。なのでこのやり方よりはこのタオルっていうのを使ってもらって、まずこのタオルをこの足の内側にこのような形で挟みます。で挟んでもらった状態で、次にこのお腹の位置っていうのが結構腰痛とか膝の痛みとか痛み出てる方って、こう前にこうなってしまってる方が非常に多いです。このままやったらしっかり先ほどの筋肉使えないですので、ここのおへその下の方にギューッといてもらうと硬い骨を振ります。ここは恥骨って骨があるんですけど、ここの骨を後ろにキューッと押していってほしいです。押していってもらって、この下を見た時につま先とかくるぶしですね、つま先くるぶしとかがちゃんと上から見れるような位置までこのお腹をぐーっと後ろに引いてください。ここが前に行ってると、ここから下で見た時につま先とかくるぶしが見えないはずです。その位置やとしっかり使えないですので、ぎゅーっと後ろに押して下を覗き込んだ時につま先とかくるぶしが見える位置までこのお腹の位置っていうのを後ろに引いてください。ではこの位置が取れたら、最後にやってもらうのが、ここちょっとだけ難しいんですけども、自分の立ってる体重の位置がつま先の方になってると、これ全然ここの筋肉使えないですので、後ろの内くるぶしあたりですね、内くるぶしのあたりに自分の体重を乗せるっていう風な意識を、なので普段前に行き過ぎてる方結構多いですので、後ろの方にここの位置は変えずに体重を後ろの方にかける意識を持ってみてください。結構内くるぶしの上に立つとなんかグラグラふらついてちょっと安定しにくいっていう風になる方多いと思います。実はそのグラグラふらつく位置の時にここの筋肉っていうのが働くようにできています。なのでこのここの位置にした時にもグラ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 する人っていうのは、ここの筋肉がだいぶ使えてなくなっている証拠ですので、逆にこの位置で耐えることによってここの筋肉を自然と使うのでトレーニングすることができています。なので今から先ほどの位置で立つっていうのを30秒間ですね実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。まずこのタオルを用意してもらって、この太ももの内側に挟みます。で足の位置ですけども、ここの位置がこう前に行き過ぎると全然使えないので、おへその下の骨を後ろに引くような、ぐーっと後ろに押して引くようにして、で下を見た時につま先から、ま、くるぶし、足首までってよりはつま先から半分以上見えてたらちゃんと正しい位置になっています。その位置に持ってきてもらって、で次は内くるぶしのところに体重をかけます。この位置でグラグラふらつくな、まあ、ちゃんとできている方はふらつかない方もいているので、まあ、内くるぶしあたりに体重が乗ったなって感じたら、そこで30秒間キープです。では30秒間、カウントしていきますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、
30。はい、では緩めてもらって、はい、では以上の3つのやり方を自分がやりやすいやり方で実践してみてください。例えば普段立って何か洗い物とか作業するのが多い方っていうのは立ちながらやるやり方でちょっとずつ意識しながらやってみる。ただ立ってやってちょっと膝が痛いとか腰が痛いっていう痛みを強く感じる方っていうのは寝ながらのやり方で実践してみるとか、あと普段座って仕事とか作業するのが多い方っていうのは仕事とか作業の合間に座りながらのやり方を実践してみるっていう、自分の日常生活の中でやりやすいやつを見つけてもらって、それを継続して実践する。そうすることによってここのしっかり安定させる筋肉っていうのが働きやすくなるので、腰痛とか膝の痛みとか痛みのひどい悪化につながって最悪寝たきりになるってリスクを下げることができますし、ここが不安定になってそのバランスが崩れやすくなってこけやすくなって骨折して寝たきりになるっていう、そういった両面のリスクっていうのを下げることができてきますので、ぜひ、動画見ながら実践してみてもらって、もう10年20年と自分の足で歩けるような足腰っていうのをぜひ手に入れていただければなと思います。この動画ではこういった一生自分の足腰で歩くための情報っていうのを日々発信しています。なのでこの動画がぜひ良かったって方はグッドボタンを、あとこういった足腰に関する情報を見逃したくないって方はチャンネル登録と、チャンネル登録の横にあるベルマークを押してもらうと通知が来て私の動画見逃さなくなりますので、ぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンのオンっていうのをよろしくお願いします。